体全体が柔らかい、そういうわけでした。では次はそんな柔らかさを生かしたシロイルカの特技をお見せしましょう。どんな特技かというと、口に含んだ水を吹き出す水吹きという特技。今からシーリャ君はダイバーさんの持つ目印に向かって水を吹きます。上手に水が吹けたら、はい、ダイバーさんが持っているお魚、あれが目印、魚が横に大きく倒れますので、その動きにご注目ください。それでは狙いを定めていきましょう。いかがでしょうか。これがシロイルカの特技です。もう一回いきますよ。はい、これが特技です。粒だ粒だ。はい、皆様の体の拍手が全くないことから、思ったより地味な特技と思われた方が多そうです。ただしご覧ください、お魚が横に大きく倒れる様子、伝わると思います。狙った場所に1ポイントで水を吹くことができる、これこそがシロイルカの水吹きなんです。ダイバーさんの持っているお魚、ビュービューとなびいています。自然界ではこの特技を使って餌を取っているんです。